さて、世界のジャズシーンで活躍する日本のミュージシャンが一堂に集まり開催されたテクニクスジャパンジャズ。出演アーティストは松尾義明グループプラス大野俊三、日野照正グループ、北島治グループ、笠井公子グループ、それにスペシャルゲストとしてアートファーマー率いる名コンボジャズテッド、そしてスタンリー・クラークグループにチャカカーンを加えたスペシャルグループと、まあこのまさにインターナショナルな色彩のコンサートでしたね。先週は4月22日の出演アーティスト3グループ、増尾義明、スタンリー・クラークグループ、そして日野照正グループをお送りしましたが、今日は、上がっております、失礼しました。その翌日4月の23日東京日本武道館で演奏した3つのグループ、北島治、ジャズテッド、そして笠井公子のステージをお楽しみいただきたいと思います。それでは演奏の前に日本を代表するミュージシャンたちが世界でどのように評価され認められているのかをアートファーマーに聞いてみました。I always look forward very much to play concerts in Japan.And I appreciate the fact that the Japanese people enjoy our music. It pleases us very much. And we only hope that there is more opportunity to play the music. And we're very happy to see and to participate in the concert along with the Japanese musicians. And we're very happy that the Japanese musicians are more and more are playing jazz music.日本のミュージシャンと同じステージで演奏できることをとても嬉しく思っています。もっともっと一緒にプレイしたいし、ジャズはインターナショナルミュージックなので誰でも楽しめる。だからアメリカでも日本のミュージシャンと一緒にプレイすることもあるし、まあ特に日本のミュージシャンは優秀だからね、なんて言っておりますね。まあ実例を挙げますと確かに最近多いようであります。例えばエルヴィン・ジョーンズのグループにピアノの菊池正文さん、先週紹介した増尾義明選手もソニー・ロリンズのグループにおりましたね。そしてボニー・レイットのアルバムには、元サディスティックミカバンドの小原玲君が頑張っております。そしてスティックス・フーパーの LP に北島治君が参加しています。さあ、それでは早速ステージの模様をその北島治グループからご紹介しましょう。和楽器を西洋音楽と巧みにフュージョンさせた彼のサウンドはアメリカ西海岸のミュージックシーンでは高い評価を得ていて、コンサート活動も忙しいようです。では4月の23日日本武道館のステージからデジタル録音でお届けします。曲は Say You Will 三子水明。今回このグループにボーカリストとして加わっていた、シルビア・セント・ジェームスの曲目紹介からスタートです。Thank you so much. It's wonderful being here in Japan. It's wonderful having youas our audience at this Technics Jazz Festival. The first song I'm going to do for you is one that was written by Osamu Kitajima and Mr. Phil Perry. It is a love song, and it's called Say You Will.
どうもありがとうございました。それでは最後の曲を前にメンバーを紹介させていただきます。皆様の右手から尺八の吉澤正和です。そしてキーボードが先ほども言いましたようにビクトル・フェルマンです。そしてギターが鈴木正幸。そしてドラムスがトム・サラーズ。そして鳴り物とパーカッションをやっていますジェフリー・ヘイルズ。そしてベースがネイトン・ニースト。そしてあちらにおりますサウンドマンがデイブ・フェラーティ。そして私北島治です。それでは最後の曲、私の古いアイランドレコード時代のアルバムから三水明という曲をお送りします。Thank you.
ありがとうございました。いや、まさに融合、本当の意味でのフュージョンですね。さて、先週も言いましたが、このテクニックスジャパンジャズの前夜祭というのがありまして、僕はそのレセプションが終わった後、北島修君にインタビューを試みたわけです。もうこれからもまだいろいろなんか計画あり？ありますね、いろいろ。どんなのが？そのクルセイダーズが新しいレーベルを作ったんですよ、彼らの、ね、知ってます。で、あそこのスティーブ・ゴールドマンっていうのをプロデューサー知ってまして、でスティーブ・ゴールドマンとスティック・スーパーの多分アイディアなんですけど、電話かかってきて、オサムジャパニーズフュージョンのアルバムをうちのレーベルでやんないかと。いわゆる今テクニックスジャパンジャズでやってる連中、他にも鍋沢さんとかいろいろ活躍してきているでしょ、みんな集めちゃってやっちゃおうかと。なるほど、そういうアイデア。それ絶対面白いですよ、先月開かれたテクニクスジャパンジャズの模様をデジタル録音生放送でお送りしております。今夜の音楽ってなんだ。続いてのグループはこの日のスペシャルゲスト、ベニー・ゴルソン、アートファーマー率いる名コンボジャズテッドです。モダンジャズの歴史に1ページを築いた超一流のグループですね。さて、メンバーをご紹介しておきますと、テナーサックスベニー・ゴルソン、トランペットアートファーマー、トロンボンカーティス・フラー、ピアノシダー・ウォルトン、ベースがバスター・ウィリアムス、そしてドラムス、アルバート・ヒースト。以上のミュージシャンたちによる20年ぶりの再結成ぶりを聞いていただきたいと思います。さてですね、私は実はアートファーマーと何度か面識があるんでございますが、レセプションで会いまして、アートファーマーさんなんて言ったら全然知らん顔されましてですね、非常にね困りましたが、それに比べまして反対にこのドラムスのアルバート・ヒースという人に僕は会った覚えがあんまりないんですが、顔を合わせたとあっちから飛んできまして、おお、なんだお前久しぶりじゃないか、元気か、どうしてるんだ、おいどうしてるみたいなこと言われましてですねもう分かりませんよ、もうメンバーそれぞれ個性の強い人たちですが、まあそのアンサンブルの方は見事なもんでございます。ジャズファンなら思わず鳥肌が立ちますね。まあ関西で言いますとサブエボと言いますが、さてお送りする曲はベニー・ゴルソンの作曲でモダンジャズの名曲中の名曲です、ブルース・マーチです。
We'd just like to take a moment out to introduce the members of the group up here. On piano, the legendary Cedar Walton. My old buddy here from my hometown, Philadelphia, the anchor man, he stays down there in the basement, makes us feel good. Buster Williams. This next fellow, we've known each other so long, I remember when he was a little boy and used to go outside and play with marbles on the sidewalk. Albert Tootie Heath, our drummer. On trombone from Detroit, the soulful Curtis Fuller. And as you just heard, the extraordinary, the wonderful Art Farmer, trumpet and flugelhorn. Thank you very much, and my name is Benny Golson. いやー、生放送だとね、残り時間がとても気になってしまいましてですね、あと16分と51秒ですか。いやー、もう時間が迫ってくると落ち着きません。もう冷静にこの話をしているように聞こえるかもしれませんけどですね、もう震えておりましてですね、額がひざひざ、ドキがムネムネという世界でございましてね、大変でございます。もう本当ドキドキしておりますけどね。さて、今夜の鳥はですね、ケメコの愛称で親しまれております、この道15年のベテランボーカリスト笠井公子率いる11名のグループ。現在はですね、ニューヨークからウエストコーストへ活動の場を移しまして、今まで以上に多彩なプレーをしている彼女でございますが、まあ、最近は女性ボーカリストブームですよね。そのブームの中におきましてですね、非常に元祖的な存在にいつの間にかなっていたという彼女ですが、日本人女性ボーカルにありがちなこの英語を口の中でほらもごもごとこねくり回すというような、そういうなんかことがないですね。つまり英語が喋れる強みというか、まあとにかく彼女非常に垢抜けておりました。さて、彼女をサポートしてくれるメンバーを紹介しておきましょう。ギターがマイケル・オニールとリチャード・ルドルフ、キーボードがランディ・ウェルドマンとラリー・ウィリアムズ、ベース・ジミー・ジョンソン、ドラムス・トニー・ルイス、パーカッション・マイケル・フィッシャー、そしてボーカルが3人おります。ジミー・ギルストラップ、ダリル・フィネシー、ロイ・ギャロウェイですね。そして笠井公子、以上のミュージシャンたち。曲は I Wish That Love Would Last、 そして Light Place です。See the way when we held by
push the level Thank you.
とても楽しかった。どうもありがとう。おやすみなさい。笠井公子さんの熱いステージ、もうその雰囲気がスピーカーから溢れ出てくるようでしたね。もう素晴らしい。最後に本音が出ました。どうも皆さんありがとう、楽しかったという言葉がとっても印象的でした。さて、今夜は4月23日東京は日本武道館で開かれましたテクニクスジャパンジャズのステージの模様をお楽しみいただきましたが、最後に再び前夜祭での僕のインタビューから、今夜登場しました2人の日本人ミュージシャン北島治さん、笠井公子さんに、あなたにとって音楽って何だと尋ねてみました。英語の方で言うと What does music mean to you ということで、あなたにとって音楽って何だということを一つよろしく。音楽ってやっぱり自分 の気持ちの表現だけど、もちろん、だけどもそれ以上の、なんて言うんだろう、ずっと続けて自分がものの、なんて言うんでしょう、どん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 極みというか、気持ちのいいとこに、そしてまた美しいとこに持っていくような、なんつうの、キープゴーイングのようなもの、ね、だから結局生きてることだと思うんだけれども、マイライフですね、生活、つまり釣りをすること、ね、そのキャンプに行くこと、すべて音楽なんです、僕にとっては。なるほど。つまり風の音聞いたり虫の鳴き声聞いたり、そういうのが全部僕にとっては音楽 でそれがエネルギーになって自分の音楽を生み出すっていうかね。先週と今週2回にわたって生放送でお楽しみいただきました音楽ってなんだ、テクニクスジャパンジャズ、その日世界はスイングス、いかがでございましたでしょうか。4月21日から23日の3日間、大阪フェスティバルホールと日本武道館に集結した世界のジャズシーンで活躍している日本人ミュージシャンたち、日野照正、大野俊三、増尾義明、北島治、笠井公子、その他今回ご紹介できなかった数々の日本人ミュージシャンたちが今日も世界のミュージックシーンで活躍しています。まあ僕はいつも言ってるわけですが、この外人コンプレックスというかね、外国人万歳、外国のミュージシャン万歳という考え方が横行しているわけですが、僕はもっと日本人は日本のミュージシャンを応援しなければいけないんじゃないかなって、そんな気がするわけです。本当にそれに応えるように日本のミュージシャンもどんどんこれから頑張っていかなきゃなって、そんな風に思います。さて、来週の音楽ってなんだは、音楽の匂いを楽しもうと題してお送りします。音楽は音を楽しむもの、匂いを楽しむなんて、なんてね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、風香る5月というように、風にも香りがあるように、音楽でもサウンドや歌詞から伝わってくる匂いがあると思うんですね。そんな観点から音楽を聴きながら嗅覚をじっくり働かせてもらおうというわけでございます。どうぞお楽しみにね。私今日生放送ということで、もう本当に2度目でございまして、全く上がりまくってですね、なんか途中でいろいろ松尾義明なんて言っちゃったりなんかして、間違っちゃって本当皆さん聞き取りづらいことがあったりなんかして申し訳ございませんでした。本当に今次生放送するときはですね、私はもう絶対間違えないように、日頃その舌が絡まるのを阻止するために油などを舌に塗りながらですね、もう日夜頑張ってみたいとこのように思っておりますので、これからもよろしくお願いします。そしてですね、この生放送ということだけではなく、この音楽ってなんだにもし何かご意見ご希望などございましたらは、どんぞお聞きの、FM 局の方にどんどんおはがきをお越しくださいってお寄せくださるようにと、そのことをお願いしておきます。お相手は角田博でした。どうもありがとう。